アメリカ系の北米の人がむちゃくちゃなんかうますぎたら、このデッドバイってサバイバー弱体化するってこと？ 軍隊パーティーじゃなくて野良の人がね、声を送ってる、あれを送ってるって、あれじゃないですか。あれ、こう。モデファイヤーだから、そんなに平常心も変わる。ちなみに。いや、隠密はね、何もやらない、時間の無駄でしかないもん。8千ぐらいにしてほしいわ。時間の無駄なもん。そんな人とね、組んだ瞬間負けるに決まってっから、もうやる気なくなってくるもん。何これ？何これ？フックに吊るさせない真似事をした？もうその1回がね、もう発電機回らないから。これね、ある程度のチェイス力を想定してる。チェイスの時間を想定してやってるからね。チェイスの時間が長くないとね、発電機回せないよ。発電機回す人がいなくなるから。合わせればいいんだけど、頭フランシスのプレイは。特にするだけないことやったのかな。でも、お店の針が、針みたいなの触れてたっけ？針っていう。エレリに言うけども、目の前の発電機じゃなくて本当は治療しないとダメだって。回しきってからでもいいけど、このゲームってキラーがいつ狙ってくるか分かんないから。ダムフランシス、平常心か。もう捨てるか。カオスシャッフルだから、もうそのガチガチのアドオンとかで来ねえでほしいよな。ガチガチのウルトラレアとかベリーレアでもやばいやつあるけど、こんなんただのみんな遊びで来てるから、ガチでやりたかったら1対4やってほしい。治療だよ、治療。ライトが。エルモンドのこれなんだっけ？エルモンドのこれ。いやー、俺んとこが回んねえから、時間が無駄でしかないし、余計なことやってんだろ、これ。こういうやつももうマジで余計なのよ。余計なことやって、やんなくてもいいことをやって、あんなもん無理だろ、救助。安全救助した方がいいだろ。間に合わないだろ、どう考えても。それでも自分の理想やってんだわ。いや、できないときはやらなきゃいいじゃん。別に、やれるときにやればいいと、ライト救助。なんでやれないときにやってんだ、こいつはって話で。で、俺たちが、迷惑被るっていう。トンネルしかしねえし、もうマジでムカつくわ。ムカつくわ、トンネルしかしねえやつよ。トンネルとかキャンプしかしねえやつ。
いや、問題ないよ。野良って役に立たないもん。本当に予想以上に。本当に役に立たないんだよ。この盤面で救助しないだろ。シルエット見て絶望すんじゃん。シルエット見て絶望するっていう。ほんと使えねえだろ。で、どう考えても救助に行かなきゃいけない案件で救助に来ないの。で、人を見捨てんの。役立たずって。で、釣り交換もしないの。シェリルのやつが重要だったじゃん。俺が吊るされた、あ、じゃあ救助に行かなきゃいけないトンネルだからまずいっていうふうに思わないの。あぎれるよな、人を耐久入れるのがよ。マジであぎれるよ。キャンプしかやらねえしよ。マジでムカついてくるわ、こっちはよ。シェリルのやつが下手すぎて言葉出ないの。あんなもん発電機回さないで、救助体制入る体制に入らなきゃいけねえだろ。全部これで人に迷惑かけてんの。で、無駄に耐久までこっちは入れられんの。もうムカつくよな。発電機回してから回復する暇があったら、発電機回さねえでやれっつうんだよ。ほら、で、こうなるんだもん。ほんと呆れるよな。マジでムカつくもん。下手な、下手すぎてよ。余計なことやってんじゃん、こいつら。ほんと下手だよな。呆れんだろ、この状態でよ。毎回これだからよ、下手な奴らとゲームして。マジであぎれんだぜ、こいつよ。元気な奴は来ないの、救助に。来ないんだぜ、元気な奴は救助によ。マジであぎれるで、これよ。元気な奴は来てくれねえんだぜ、救助によ。どうなってんだよ、これよ。マジであぎれんだろ。ほんとムカつくよな、救助にも来ねえでよ。マジでムカつくよ、救助にかけらも来ねえでよ。マジでムカつくで、こっちはよ。やってるこっちはよ。救助に来てくれねえのかよ。どうなってんだろうって思う。俺マジであぎれるで。マジでムカつくで、発電機しか回さねえとかよ。人が救ってやってんのにこれだぜ。ほんとムカつくで、ほんとによ。発電機。マジでムカつくで、こっちは。キャンプしかやらねえとか、全くもって面白くねえことやって。人が出てくるよな。で、こいつがほんとに役立たずの行動を連発してよ。何回やっても無理だろうよ。余計なことやってんだろ。普通にやれば勝てるゲームで、1回目決まったくらいじゃなくて2回目いらねえだろ、まず。2回目は完全にいらねえだろ。完全に、なんでいるんだよ、2回目が、むしろよ。3回目も失敗してんじゃん。そのくせ、人の救助いかねえの。とにかくこのクズフランシスだけは絶対許さねえから、もう。言わない。こんなクズ野郎は。最低だろ、自分が元気なのに。何、ライト救助はしたい。普通の救助はしませんってか。マジでムカつくわ。試合をどうしても俺はやれないからもう。やれるわけねえだろうよ。なんで耐久まで入れられて、なんであの態度よ。なんでライト救助はすんのに普通の救助しねえんだよ。マジでムカつくからもう。意味わかんないんだけど、普通の救助はしない。ライト救助はします。何回も何回も失敗して、人に多大なる迷惑かけてんの。どれくらっても救助すればキャンセルされるから。こいつにもうやらせた方がいい。ここの結局そこのところで余計なチェイスされることによって回せないっていう。邪魔でしかねえよ、負傷状態で無理やりやって。治療は受けないとか。
助けなくていい。助けると下手に、回し一択。てか、これ回しても2体じゃん。じゃあ、助けた方がいいじゃん。残り1台じゃないじゃん。は？なんで助けないの？これ回してもまだまだじゃん。残り1台じゃねえじゃん。じゃあむしろ助けなきゃダメじゃん。こんなやつでも。なんで助けないの？意味わかんないんだけども、もはや。なんで助けねえのあれ。いや、俺もリーチだからリスク取れないんだわ。負けちゃうから。いや、だからこいつらが悪いじゃん。で、こんな頭フランシスのためにはできねえんだわ。まだ他の二人のためだったら無理してもやるけど、アタムフランシスのためにはもう無理はできねえんだわ。だってみんな見た？元気な状態でライト救助は率先してやります。普通の救助行きません。はって思うじゃん。なんであんなライト救助をさ、ゲーム壊れてまでやるやつがさ、突然さ、普通のことはできませんってやるの。マジで驚くじゃん。村井って回せねえ。マジで。回せてねえし、回してねえし、何やってんのってレベルで回してねえ。ここ回せよって話で。いや、ここね、一緒に行くとね、木村ゆいが何やってんの？木村ゆいの役目のやつが何やってんの？一緒に回してくれ。俺が行く。半分回すまで、やったふりする。あ、戻ってる。ここに利がないから。ケリのところをフリーにする。あ、こんなやつを救ってもな、変なことしそうだからな。こんなやつって言われてもしょうがないだろ、始めたけ成功し、あとはもうチームに害を与えてるやつ。ケリのところがバレちゃもうまずいから、あっちに行かないと。俺が回してたところのはずに行き、バレた瞬間にやばいのよ。縦に分かれてやるしかないけど、こいつは破滅、チームを破滅に導く、どうしようもねえライト使いだからな。エリルのところを生かすためには全ての動きを取らないといけないけど、ここにいないのか、いるよな。やはり。ほら、くだらねえことすんの。ほんとこいつ使えないの。マジでこんなやつとゲームするともうやばいってレベル。ほら、予想通りだ。これでシェリルが困るじゃん。俺がシェリルだったら激切れだよ、こんな役立たずって。もうマジで思うよ。普通に救助しろって思うもん。you
ライト使いで使える人と使えない人がいるってことだよ。これこれヒロちゃんデッドバイライトスーパースーパースター。こんなやつを救ってる価値はもうないし、シェリルに悪いけど、もうこんなやつに治療しても何の役にも立たねえから。何回も同じミスしてんじゃん。釣らせればいいじゃん、まだ縄余裕あるから。その間にも通電するじゃん。そしてから3人で救助行ったらいいじゃん。もうほんと使えねえやつとゲームすると無理やな。入れない、もう。なんだこいつってもうレベルだもん。これもう通報だよ、もう。ああ。すべての原因はこいつのこいつが原因だよ。このアダム・フランシスのやつの一人相撲。普通にやってれば普通にもっと勝てるよ。こいつを救ってもろくなことになんないから治療はしない。ろくなことになんないから、もう目で見てわかるもん。もうろくなことになんない。危なかったじゃん。常に血の番人の警戒を怠らないです。これね、普通に勝てるゲームよ。普通に勝てるゲームよ。あれは、何回もミスしてるけど、あいつ2回は確実にミスしてるけど、アダム・フランシス。もう間に